ルボルのおかげで。一体どこに行ったんだあいつは。何か困りごとか。まあうちで働く職人がいつの間にかいなくなってしまってね。探しに行きたいんだが店を開けるわけにもいかない。他に店番もいないし困ってたところなんだ。あんたもしよかったら俺に代わって探してくれないか。引き受けよう。その職人の行き先に心当たりは？そういやよくドレイクファングを見てたよ。思い出があるとか言っていたが。わかった。ドレイクファングが見える場所を探してみよう。うちの職人はよくドレイクファングを見てたよ。思い出があるとか言っていたが。行くぞ。ご苦労様。あんたはパン屋の職人か？そうだけど。店主に頼まれて探しに来た。そうかい。おやっさんが。すまねえ、黙って店を抜け出しちまった。ドレイクファングを見てれば落ち着くかと思ったけど、ますます苦しくなる一方だ。ドレイクファングには何か思い出でも？俺は長い間あそこの鉱山で働いてたんだ。だけどドレイクファングが消えて何もかも終わっちまった。仕事も失って今じゃパン屋の職人。いや、職人といえば聞こえはいいが、もか修行中の身だ。頑張ってパンを焼いてもいつも真ん中に穴が開いて失敗続き。こんな虚しい気持ちのままじゃうまくいくわけないのによ。俺はドレイクファングを愛していた。あの美しい造形が恋しくてたまらなかった。なのにもうドレイクファングはないんだ。今のあんたにだってできることがあるんじゃないのか？俺にできること？そうだ、いいこと思いついたぞ。すぐ店に戻らねえと。あんたのおかげで元気が出たよ。ありがとうよ。じゃあな。おい、まったく何だってんだ。ルボルを信じて正解でしたね。薬味はいかが？うちは安っ。おお、あんたか。うちの職人が無事に帰ってきたんだよ。だけどなんだか様子がおかしくてね。さっきからずっとパンを焼き続けてるんだ。見てくれおやっさん、ついに完成したぜ。これがドレイクファングパンだ。ドレイクファングパン？ああ、そうさ。俺が愛してやまないドレイクファングを模したパンだ。尖った山頂、丸みを帯びた尾根、
そして中の空洞、いつも真ん中に穴が開いて失敗してたのを使って、あの美しい造形を再現したってわけよ。パンの内側は最高級の岩塩でクリスタルの輝きを表現してある。口の中で広がる甘じょっぱい味が癖になるぜ。俺はこのドレイクファングパンでかつての美しい姿を後世まで語り継ぐつもりさ。これは確かに素晴らしいパンだ。うちの看板商品になるかもしれんぞ。職人が見つかった上に新しい商品もできそうだよ。ああ、よかったよかった。あんたにも世話をかけたね。本当にありがとう。おいおい、ドレイクファングパンだけに材料を使うのはよしてくれよ。役味はいかが。うちは休まずやってる。ルボルのおかげで。イバラの接吻へようこそ。実はな、ああだけどよ、気づいたんだ、この町でな。まったく、だってさ、市長としてな、なんとかなったな。それにな、まったくそれがこの町さ。また来いよ。